I lost my favorite necklace, which was given to me by my mother a long time ago. That made me so sad, so I couldn't focus on anything. Wait, what happened? こんにちは、ひみママです。最初に私が話したセンテンス、どうでしたか？皆さん、そこで何が理解できましたか？多分、最初の I lost my favorite necklace のパートだけ覚えてると思います。なぜなら、文が長すぎて相手に伝わるのが難しくなってくるんです。私は20年以上アメリカに住んでいて、そして約15年、クリニックや銀行員として働いてきています。そこで私が感じたこと、英語はシンプルに限るです。だからよく私が皆さんに伝えるのは、英語って皆さんが思うほどそんなに難しくなくていいんですよってよく言うんですね。相手にあなたの気持ちを伝えるために大切なこと、3つ言いますね。No.1、シンプルにする。とっても大切です。No.2、できるだけ文を短くする。No.3、ダイレクトに話す。ダイレクトに話すという意味は、なんだろう、Don't beat around the bush。遠回りに遠回りに話しするのではなくて、ダイレクトに。私はこう思う。私はこうしてほしい。ということをダイレクトに相手に伝えることが伝わりやすい。素晴らしいコミュニケーションのやり方です。では、スティーブ・ジョブズの、有名なスピーチを少し聞いていただきます。Let's listen! Today, I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story...It's about connecting the dots. どうでしたか？難しいこと言ってましたか？本当にシンプルで分かりやすいですよね。これが本当に大切なんです。いちいち文にたくさんものをつけていくと分かりにくくなってくるんです。コアの部分が分かりにくくなってくるんです。なので私はいつもシンプルに短くしてくださいと、私は生徒さんにもそれをよくお勧めしています。では、私が最初に言った文。I lost my favorite necklace, which was given to me by my mother a long time ago. That made me so sad, so I couldn't focus on anything. という文でしたが、それをシンプルに短く書いていくと。I lost my favorite necklace. I was so sad and I couldn't focus on anything. How's that? Did you understand what I said?どうでしょう皆さん。この文だったら皆さん今理解できたと思います。なぜならシンプルになっているからです。シンプルにするって本当に大切ですし、意外とシンプルにする方が簡単なんです。英語を勉強している方たちって、こんな簡単でいいのって思うかもしれませんが、そうなんです。簡単の方が伝わるんです。では、少し例文を一緒にやってみましょう。どういうふうにシンプルにできるか。All right.例えば、喫茶店なので、I'd like to have a cup of coffee, please. と、丁寧に言いますよね。でも、英語ではそれを簡単にすることができます。I'll have a coffee, please. I'll have a coffee, please. これだけでいいんです。シンプルですよね。では、次の文を見てみましょう。外国人がどのトレインに乗ったらいいか迷ってます。そんな時にあなたがアドバイスをしてくれます。If you take this train, you'll be able to go to Tokyo. というセンテンス。まあ、そんなに難しいセンテンスではありませんが、簡潔に伝えるとどういうふうになると思いますか？余計なものは取り払っちゃうんです。だから、be able to という言葉など抜いた方がいいですね。そうすると、This train will take you to Tokyo.This train will take you to Tokyo. というふうに、本当に短くシンプルにするんです。それをすることによって、相手にあなたの気持ちや考えがしっかり伝わることができるんです。Isn't it simple? Yes, it is simple. シンプルにすればするほど英語って本当に伝わりやすいんです。最後にもう一度今日学んだことを復習してみましょう。No.1 英語はシンプルが一番。No.2できるだけ短く。No.3 ダイレクトに。
ということで、皆さん、この3つのルールをしっかり守りながら会話を進めていくといいですね。そうすることによってコミュニケーションがもっともっと上手くなります。はい、私からのアドバイスでした。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思ったら、 LIKE ボタンよろしくお願いします。 If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it. OK? もしまだ私のチャンネルを登録してない方がいたら、どうぞ登録よろしくお願いします。はい、そして最後までご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching, guys. See you next time.